今日のこのレシピ、多分ね、3日に作ったら10キロよ。3日に毎日来た。痩せるぜ、痩せるぜ、痩せるぜうまね。はい、今日もキノコ愛全開で、ずっこきキノコバカトリオ、キノコ料理していきますよ。イエーイ。いやもうキノコラブだね。実は皆さんにちょっと暴露するんですけど、はい、これはまだね僕気になってきてるところがあるんで。あ、ハヤト君。そう、あ、実は僕もねえ痩せなきゃと思って。そうだね、うん、もうね、ビールっ腹よ。世の中の30代大体みんなビールっ腹だと思ってる。でも、はい、そのビールっ腹を、まあ、自分も含めね、はい、やっぱ救わなきゃと思って。なるほど。最近救う系多いね。それはね、理由があるのよ、はい、なぜかというとね、キノコはね、めちゃめちゃ体にいい。おお、キノコは、うん、ダイエットにもってこいなんですよね。おお、そうか。低糖質よ。うん、あ、だから、はい、もう今日はもうこれだけ食ってれば大丈夫っていう。低糖質かける低糖質。おお、なおかつうまいっていう。おお、あっさりすぎても嫌だし。ああ、そうだね、うん、だから、うん、低糖質でね、今日は絶対痩せると思う。ダイエット効果もあるし、食物繊維豊富なんでね。だから腹持ちもいいんですよ。キノコは不溶性食物繊維っていうね、食物繊維であるんだけども、うん、これがね、肝細胞とかね、押し流すね、効果がね、うん、あるんだね。はいはい、うんうん、もう最強の健康レシピね、お、今日は皆さんに紹介していきますよ。楽しみだ。何何何、いやもう今日もキノコ食えると思ってさ。ああ、そうね、うん、もうこんなにいっぱいキノコ今日使っていくのよ。はいはいはい、まだね、何できるか分かんないですよね、皆さんね。分かんないね、うんうん、キノコね、今日これしいたけ 100g としめじ 100g 使っていくのね。はい、キノコの切り方だけちょっと説明するわ。うん、うん、キノコはね、もう全部ね、今日みじん切り。お、みじん切り。みじん切りっす。へー、うん、こんな感じで、この傘も軸ね。あ、軸ね間違えるじゃん、俺だってそんなね、栄養禁止じゃねえんだから。あ、そっか。あと、しめじ、はい、しめじね、はい、これもこんな感じの、こういう、まあ、細かめにね、キノコこんな感じで細かめに、うん、細かめのやつがどんな感じになっていくか楽しみだね。楽しみでしょう。はい、はい、これでじゃあやっていきます。はーい、はーい、見てくれこのみじん切りの嵐、キノコだらけだぜ。キノコだらけだぜ。わお、やっぱみじん切りにするとすげえいいぜ。おお、ね、いいね、ね、じゃあやっていくよ。やっていこう。あれ、汗ちょっと出てたわ今ね、ちょっとシューってきてたもんね。大丈夫かな、今ポンっていかないかな、ちょっとやってしまったわ。大丈夫、もっと鳴ってるなと思って、ついてるのかなと思って見たんだよ。行くよ、俺ら真っ黒子になんないよ大丈夫、行くよ、行こう。おえー、じゃあ、ごま油から料理する時はね、くれぐれもね、皆さんちょっと気をつけてくださいね、こういうガスの取り扱いにはね。ね、うん、じゃあ、ごま油にこのニンニクね、はい、うん、じゃあ、ニンニクね、香りがね、出るまでちょっと炒めていきますね。はい、はい、じゃあね、こんな感じでニンニクも香りついてきたんで、じゃあもうね、このたっぷりのキノコとチョコ入れていくよこんなに。あ、こんなによ。やばいやん。いいでしょ、これ幸せやん。あ、これ今日、ひき肉の香りだから。何これにね、軽くちょっと量で塩、コショウを頼むわ。オッケー、はい、オッケー。じゃあちょっとね、はい、こんな感じでね、うん、キノコがしんなりタイムしてきたから、うん、ここに調味料入れていきます。はい、豆板醤お小さじ2くらいかな。はい、甜麺醤も小さじ2くらい。小さじ2くらい、うん、お酒、お酒大さじ1お、はい、醤油小さじ2 2、はい、砂糖、はい、小さじ2お、はい、まだこれでもうやっていくわ。これでやっていきますよ。ほら、見て、お、キノコ味噌だ。キノコ味噌ね。キノコ味噌よくない、これ。うまそう。美味しそうでしょ、うん、今日のこのレシピ、多分ね、3日に作ったら10キロだよ。3日に毎日来たよ晩飯。マジ、これだけにしたら、うん、絶対10キロだよ。おぼ、うん、オッケー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 。元気よくやっていこう。でも香りだけで言ったらさ、うん、
めっちゃ肉感あるわ。え、肉のにおに肉感めっちゃある。やろ？うん。これひき肉の香りですか？で次、おっ、今お湯沸かしてるんですけどね。はいはい、はい。うん。その途中にね、かつお節チンしました。おっ！1分半ね。600ワットでね。うん。これこうやってこうやると粉々になりますもんね。うん。うん、これはこうしておきます。ほら、もうこんな感じのね、粉々になりましたよ。これでね、風味も良くなりますので、鰹節のね、うん、香ばしいよね、うん、これね、沸騰してきた。よし、やっていくぜ。オッケー。じゃあ次やっていきますね。はい、これです。お、今日は白滝。白滝、これをね、何にしていくか、もうバラします。麺にしていきますよ。白滝を、白滝を麺に。へー、うん、これもう水で洗っておきました。白滝ちょっと匂いするんで、うん、水で洗いましょう。はい、ね、はい、うん、はい、で、これを投入ですよ。え、3分くらいね、茹でます、白滝。うん、で白滝入れたらここに小さじ1くらいね、うん、お塩入れてあげてください。おお、うん、これでちょっと白滝の水分抜けてキュッと締まるんですよ、白滝がね。そう、うん、するとかなりいい感じの麺のコシがね、シコシコ麺になる、シコシコ白滝になる、シコシコ白滝になる。うん、じゃあね、はい、麺が、うん、麺じゃねえわ白滝ね、白滝ね、うん、白滝がもうこんな感じでね、はい、茹で上がったんで、おい、これちょっとザルでね、一回あれしますね。あれして、あれね、こうやって開けて、あれして、うん、でこの熱いままよ、うん、これにこうよ、うん、熱いままやっていきます。これちなみに今日白滝、これ 150g じゃなくて 300g です150g かける2ですわ。かける2ね、うん、2、このまま熱いままやっていきます。はい、ここにちょっとお水、うん、お湯ね、お湯小さじ2程度、喉越しよくする。へー、うん、ちょっとくっつくんだよね、白滝。そしたらここに麺にも味付けていきますね。最初こちら、かつお節。おい、かつお節をこんな感じで振って、うん、俺のやっぱりこだわりポイントはね、うん、やっぱね、麺とここで混ぜますよ。へー、あー、やっぱりね、麺じゃない、白滝だって俺の中では麺だから、結構俺は。まあ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 、うん、こうやってほら、もういい香り、わかる？あ、ほんまやね。からの、からの、からの、こっちじゃん、こっちじゃん、はい、小さじ1ですね。1、うん、オイスターソース小さじ2、で、ごま油、ごま油小さじ1、小さじ1、昆布つゆ、昆布つゆ小さじ2、2混ぜます。うぇい、はいはいはい、あとは、具材を乗せていくよ。お、今日はね、もういっちゃいます。台湾風まぜそば。台湾風、台湾風まぜそば。おお、だからニラがっつりいくね。がっつりがっつりよ、がっつりがっつり、久々だね。がっつりがっつん出たよ。そして、そしてこのきのこ味噌。おお、がっつりがっつりいっちゃうよこれ。これがひき肉なんですよね。そう、これは普通ひき肉よ。そういうことね。今カロリーあるのって感じするでしょ。するするっしょ、うん、ね、もう麺隠れるぐらいこの低糖質ばっかり乗せていくから今日ばっかりね。うん、これ骨にね、料理切ってくれたやつ。おぉ、ちょっとつながってっけど、意外に切れてるわ。じゃあここに刻み海苔。お、最後ここにね、刻み海苔こうやって、で、この卵黄てるーん、こうね、卵黄こう、最後このあ、こっちだ、四川ラー油ね。うわ、これをお好みの量かけていくと。おお、3個に作れば10キロ痩せる超低糖質台湾風まぜそば完成でございます。イエイ。よいしょー、痩せるぜ痩せるぜ痩せるぜやっていこうよ。すごい、でもすごいいい香りするでしょ。もう混ぜるよ、これ混ぜます、混ぜそこだからね。台湾風ね、台湾風の、やべえ、混ぜようぜ。いいでしょ。おお、やばい。あ、乾杯しなかったんですよ。そうそうそう、ね、うん、じゃあ視聴者の皆さんも乾杯。乾杯、乾杯。おお、酒も低糖質、やばいぜ。もう痩せていくぜ。じゃあいただきます。感触悪いじゃない。うまっ、ね、
台湾風混ぜそば本物食ったことないけどうまい。ないんだ。ないんだ。このやっぱ俺はこのあれ好きやわ。どれ？フォア。フォアジャオ。あ、フォアジャオね。やっぱフォアジャオいいよね。うん。うん、四川風ラー油やっぱりね香りいいからね。ああいい。全然ひき肉なくてもいいね。うん。つまみにもなるね。だってこれとハイボールで一生太らない。これやばいぞ、うん。ちょっとお砂糖とかが入ってるにしろさ。うん。うわーうめえ。やったぜ、よっしゃぜ。これで痩せれるよっつったら全然良くない。全然いいわ。食いもたあるし。キノコ腹に溜まりますから。うん。腹持ちいいですから。この白滝とか食べたらさ、うん、お通じも良くなって、食べてお通じも良くなって、こう、うん、体の中から綺麗になれるんじゃないもう、こんにゃく畑や。いや、でも体の中から全部、すべてが流されるね、うん、本当にね、めちゃめちゃうまいんでね、はい、これ皆さん、ぜひね、ぽっこりの中ビール腹直したい方ね、うん、あと女性の方でも、やりたいって方はね、絶対作っていただいてね、もしなんか痩せましたとか、まあ、逆に美味しかったですとかね、もうそういったコメントもらえればね、うん、俺らめちゃめちゃ嬉しいんでね、チャンネル登録、高評価の方もぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあね、皆さん僕たちと一緒にね、キノコをたくさん食べてダイエット頑張りましょう。頑張ろう。バイバイ。これだけの紹介ですよ。うん、これはもう少しです。締めてるんですよ。締めるぜ、おら松本氏。楽しくね、楽しくやっていきましょうね。